やっぱ甘めの出汁とかがすごいハマってるっていうか。お待たせしました。暑いので気をつけてください。嘘みたいな言われて嬉しい。すいません、前から失礼します。どうぞ。肉ぶっかけがね、美味しいんですよね。抜群です。ありがとうございました。どうもありがとうございました。またお願いします。いってらっしゃい。だいぶ感じになってきました。これこそ結構出るんですか？結構出ますよ。Thank you.
つ目、三種のやつにね、エビが入ってるんです。こうやってタコサウインナーはできます。下茹でお肉切ります。
それおもろい。いつもの定位置で。おう。午前そばで。そば。そばで。おにぎりとあれば。おかず。ウインナー。ウインナーで、はいよ。で昆布。昆布で、はい。大丈夫。大丈夫。すいません、お待たせしました。どうぞ。はい、ありがとう。すいません、お伺いします。肉玉のそばで。これは浅草御膳です。すいません、お待たせしました、はい、どうぞ。甘めの出汁がやっぱ美味しいです。たまにいただきに来ます。なんかね、仕事終わりになんかすごい食べたくなるんですよ。
まあ、関東の味付けってなかなかないくて、やっぱ甘めの出汁とかすごいハマってるっていうか、そういったところが好きですね。おかずウインナーで、おにぎりは鮭で、はい、ありがとうございます。さあ、2人に来たら困るかな。孫に来た、来ました。はい、すいません、お皿お待たせしました。11時ぐらいね。お母さん、じゃあ10時前とかに来るかで。あの、うん、今日も嫁にそば食いに行くよ。すいません、ありがとうございます。また来ます。また来ます。またお願いします。お父さん、はい、ありがとうございました。ラブコードの蓋をちょっと、うん、はい、ありがとうございます。おにぎりとおにしん、ウインナーする、海苔とにしん、海苔とにしんと唐揚げと明太、はい、ありがとうございます。コーリアでめっちゃいい。あ、そう、木曜本数達成したから。いつにでも耳を潤わせて、うまい、うまい。石岡に一杯は来たんですね。ここのこの適当なな、この肩幅が好きなよね。この夏場はね、どうしてもこのザル関係だけど、冬場はカレーうどんか肉うどんかね。スパイスが違うね。うん、すいません、前から失礼します。行きますか。はい、お待たせしました。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございます。全然嬉しいよ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。め、あ、よかったです。またお近くに頼ってください。ありがとうございました。すいません、どうもありがとうございました。何こそ言われるのかね。そばにそっくりになってくんな。はい、お伺いします。おうどんそば。そばで。おそばで、はい。お守りでお願いします。そばで、はい。先生、おにぎりとおかずどれしましょう。おにぎりが昆布で。おにぎりが昆布で。魚で。魚で、はい。先生、いらっしゃい。どうぞ。お待たせしました。
週1ぐらいですかね、休憩中に、はい、寄りますね。まあそばですね、大盛りにしていつも注文してます、うん、はい。あと社長に聞いて。先生ありがとう。しました、どうぞ。正直2回ほど、はい、しょっちゅう寄せてもらってました。この肉ぶっかけがね、美味しいんですよね。抜群です。お待たせしました、どうぞ。よかったら天かす入れてもらったら美味しいよ。すいません、また待ちしてます。いってらっしゃい。
しました。あ、はい。よいしょ。よいしょ、ね、あ、珍しいな、これ。うん、今日、ゆくり。わかるで、ごっけ。絶対飲みありでも、上手に切り取る。すいません、食品だけお願いします。生姜で、はい、ありがとうございます。ウインナーで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、またお待ちします、ごちそうさまでした、ありがとうございました、ゲソ天そばに、はい、ゲソ天そばが、はい、ありがとうございます、すいません、前から失礼します、ごめんなさい、暑いです、気をつけてください、いいですよ。でな、腹立つな。何今海？海で使ったら感じな、美味しいもん食べてな。食べつけが悪いね。ありがとうございます。どうもありがとうございます。またお願いします。いってらっしゃい。22円な。うん。すいません、前から失礼します、どうぞ、ビールの3本飲んで、もうそのままバンドルでもいいです、うまい、ほぼほぼ毎日来てくれてるの、めちゃくちゃうまい、僕の週1やった、8月、9月半ばぐらい、ごめんなさい、片手ずつで申し訳ないです、はい、すいません、おそばとみんな見るように言うと広げてくださいね、あそこのあの下の立ち合う、そのままここで見とる、怖い、やめろ、緊張する、5人ぐらい若い女の子、2、3人とカメラマン、仕事で最近近くに行き出してほぼ毎日ほぼ毎日ほぼ毎日温かいお蕎麦とかおうどんの出汁も濃くて美味しくて出汁がグッとくるんで、うん、月曜日が発送されるありがとうございます。ほんまに美味しいの美味しいねって全く臭みがない。刺身しか食べない。あ、そうなんですね。私もお盆空いてます。
出たら自分が住むちゃうから10円玉重たいから50円玉に変えてきたで。はい、じゃあおにぎりどれする？昆布で。昆布で、うん、はい。だけどその弁護士代が賢いしてたら岡山地域って分かってあ、はい、すみません、お待たせしました。はい、ありがとう。はい、もともと東京おったんで、このそば出汁がすごく最高。そばも美味しいけど、出汁がいい。またちょっとこの辺のそばとちょっと違う。お待たせしました。
見るだけ。